息子に聞いたんだ。聞いたわ。だってさ、見た通りかけようって言う。今ママも言ったよね。見た通りかけた。いただきます。はい、いただきます。おっと食べたい。この子いい子なんだけどね。もっとだって、もうだって何あるよ。あ、ないよ、ない。どうしたのこれ、なんでこれここにあるの。これね、見てたかったから。かわいいかなと。あ、カメラに見せて。うん、そうか、かわいいから。そうか、見えなくてね。あ、頭で見たの。溢れてる。食べない。食べてるんじゃない。食べていいの。口の中すごいよ。テーブルフルタンもちょっと汚くなっちゃった。もっとおかわり。これ食べたの。もうご飯ないのよ。あら、どうしましょう。ご飯あると思ったらなくて。そっかそっか。ご飯ね、あえて。え、分かったよ。頭が出た。ママのママの、あ、そっか、ケースつけてないとあーちゃんのみたいなね。あ、どれ食っちゃった。ちょっとどいて。え、なになに。ベビーと今もそう、ま、ママの後ろ姿見て笑ってんだ。ごめん、ママはね、向いてなかったんだよ。うん、トカさん、グラタン美味しすぎない。どうしたどうした。上から落ちてきたら怖いから、これ閉めてもこう。かわいいね。え、どうすんだ。なんでこんな可愛いんだろうね。ね、ほんと。どうしたの。あ、嘘。あ、抱っこしてくれと思っちゃった。作ってほしいんだね。うん、あ、ダメだよ。ちょっとお兄ちゃんどうした。あ、お兄ちゃんちょっともうやめな。なんか食べる。パンはパン、パン、ダムパン、ダムパンね。はい。ごめんな。パン食べたい。食べたいけど、ダメ。昨日食パン焼いたからさ。うん、リリア食パン本当に大好き、この家の。あ、作っとくよ。作っといて。どうも。何個作る？カレーわかる。え、そうなの？え、でもネットで売ってるとかじゃないのかな？うんうんうん、コストコのオンラインとか。ないよ。うん、まあ、同じものあるか分かんない。ほら、食べてる時はちゃんと座んないとダメだよ。ね、あれ、ボクちゃんのお椅子どこ？お姉ちゃん、あそこに座りたいわ。え、いいな、ボクちゃんのお椅子に座りたいわ。いいよ。え、貸してくれるの？うん、あ、大丈夫だよ。 ありがとうね。いいよとか言われちゃったよ。いいよ。クリアの買ってある。今度じゃあ貸して。うん、今度座っていい？座ってもいい。ボタンがないとか、あ、使うらしい人に。ボンボンボン。ガムパン好きやな。うん、この海苔ご飯おいしすぎでしょ。ガムパン好きやな。うん、そうだよね、好きだよね。うん、私も食べてた。いや、でもさ、あのホームベーカリーでそのまま食パン焼かないんでしょ、みんなは。うん、十分だ。うちはね、うちもね、だよね。うちはそんなだけで別に焼いてる人もいるし、でも全然なんか仕上がりが違うよね。リリアの前の仕上がりみたいになってきてる。うん、ある感じ。出来たてが美味しいよね。簡単だよ。本当？すんごい簡単。いや、でもできるかな。ママこれ本当ひどい作り方してるから。本当？こね終わったらもう適当に3等分して、え、なんかそんな手でペンペンペンって伸ばしてピッピッって丸めてるだけ。そのなんかリリアさ、マラサラ作っても結構ひどかったじゃん。なんかみんなと同じことやってんのに全部一人だけ全部違うんだよ。あ、まあね、あるでしょそれ。なんかあれだよ、パン初心者はそうかもしんない、最初はね。お母さん、そうだ、私も絶対できると思わなかったもん。本当？もう不思議でたまんなかった。でもあーちゃまとママはさ、器用じゃん。リリアって昔からパン作ってたんだよ。そうだよ。え、だしさ、リリアのでもヤバさって本当にヤバいじゃん。本当にヤバいじゃん。でも自信持って、あのお料理すごいじゃない。そうだよ。え、でもワッフル作るのはもう死ぬかと思って。だけどモンブランまで作っちゃうじゃん。すごいじゃん。あれは適当でしょ。もうびっくりしちゃう。なんかそう、そんなドレッシングまで作っちゃう。え、モンブランとかドレッシング簡単だよ。バーよ。いや、私はできないで、ね、すごいなと思うの。ドレッシングとか超簡単じゃん。だって混ぜ合わせればいいんだから。いやー、でも発想がすごい。なんか見たもん。いや、何も、あの、見たのはリンゴドレッシング。だからリンゴがないからマンゴー。なるほど。
なんかさ、ほらマンゴーとかって美味しいじゃん。美味しい、うん、ね。なんか暑いとこ行ったらそういうドレッシングありそうだね。だからさ、マンゴードレッシングなんで流行んの、流行んないとか知らないけど、こっちさ、サーモン油なくていいの。そう、油ないの選んだんだよ。おいいね。危ないよ。やばい、お醤油、お醤油。やばいやばい、ちょっと待って。何事？この人持って。触ってない、触ってないよ、醤油。触ってないよ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 。いただきまーす。だからそういうこと考えるとほら、ないよ。じゃあ明日一緒にこの食パン作ってみよう。ほらまた。だからその時に本当に一緒にやっとけば。何これ取れたんだけど。やっぱさ、うん、じゃあやる。ほら。見て。ほら見て。頭見て。すごいすごい。頭見て。はいよ。お、すごい。うん、ねえリア、寂しい一人で食べてて。何一人で食べてんの？鶴さんってパン食べたいの。あ、そうだ。うん、あ、食べた。あ、食べた。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 え？じゃあ今ね、もこちゃんがちょっとね。そうなの？そうなのってもう叩いちゃダメだよ、ももちゃん。でもさ、ももちゃんわかんないんだから。超半端ないよね。でもどうすることもできない。姉ちゃんお手上げだ。痛い。ほらほらほら、もうほんとやばいんだよ。なんか日に日にやばくなってくる。でもさ、前までね、空振りだったの。空振りっていうか、振っても全然絶対届かなかったの、うん、だけどガチちゃんにやったらやだね。嫌だよね。でもクレヨンしんちゃんやってるからどうなんだろう。痛い。でもあれがいいって思っちゃうかもしれない。でもあれ痛いわ。危ない危ない、それ昔さ、リリアとさ、取れちゃったね。ボクちゃんやったじゃん、男、ね、上の。危ないよそれ。あれでなんかママにさ、ちょっと やってみみたいな何回かあってさ、めっちゃ痛かった記憶ある。あれこっちにな、そっちちゃんと食べちゃうよ。ほらパンできたよ。やった。なんでお寿司っていう豪華なものなんで。他いける、うん、おー、ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、あ、あっちで遊んできな。そうなんだ、ベビタ。あれ、あなたご飯は？あ、ご飯だってほら。え、これ食べないの？え、グラタン食べないの？あ、パン食べたいか、もしかして。ジャムつけてあげればよかった。耳は嫌でしょ？一回なんでも。パン気に入っちゃったもん。ごめん、背中負けてたよ。いや、すごい楽しい。何ついてんだろう。あ、ネギトロがついてる。そう、私ごめん、こう取った時ついてる。でもさ、取るわけいかなくて。ネギトロ、シソがやだん。最近食べれないの、シソが。香りすぎて。ほんと？シソ食べれないとか残念だ。いや、今日夜ご飯さ、ね、何にしようと思ってたら嬉しい。自分さ、牛すじだったから食べれなくてさ、嬉しいんだけど、ね、急遽コストコ行くってなったね。本当によかったよね。しかしさ、田舎の方はいいわね、広くて。本当に広かったね、うん、人がいないし。おそろい。乾杯。何目だね。何塗ってるの？何してるのそれ？ジェリー？タロクチ。ジェリー？タロクチ。ストロベリー。ストロベリー？ストロベリージェリー？うん。こうやってやったらタロクチ。あ、サンドイッチね。あ、サンドイッチ。うん。ストロベリージャムサンド。美味しそうなの、ずいぶん。うん？うん。ジャムそのパン。ね、ジャムまで最近さ、作んないとダメなのかなとかさ、見すぎちゃってさ、うん、でもママはこの間言ってたじゃん。あ、でも作ってるよ、ママ結構。あ、そう、うん、でも、このたまに買うのはお砂糖使ってないやつ。うん、うん、いいね、うん、あの冷凍のイチゴとかが手に入ったところ作ってる。あ、なに？それ壊されたくないんだよね。焦ってない。それももちゃんのだからいいんだよ。目良くなったくない。ママ、うん、
あ、こっちで食べて。こっちあーちゃんの膝元食べて。ここね。ここか。お、えらいね。えらいね。ブラボー。うん、朝あれして食べてんの、お兄ちゃん。うん、わざと立ったくない。ブラボーってこっちじゃないか。幼稚園でよく言ってたから。言ってたね。ブラボー。うん、え、なんだっけ俺。なんでブラボー？うん、褒めるときブラボーって言ったの。え、ブラボーって何？イタリアだっけ？知らない。わかんないけど、そういう幼稚園だったから。ブラボーは、は、あの、ロボットだよ。あ、そうなの？うん。もう誰にとるかわかんなくなるって。コピー。できた。ちょっとハイ言ってんだね。ハイ。大きいね結構。この子声大きいよね。鳴き声も大きくない？大きい。よかったね声は。鳴き声。おお。マシ。ママ。マシ。いい。まだ食べんのか。あ、ママ、ティー？ティー飲む？あ、今日楽しかった。ティー、でもさ、もっとさ、なんか明るいうちに何街の景色見たかった。見たかったね。真っ暗で分かった。街というか。ほんと、あんなに明かりないのに。はい。ほんとに明かりがあんなにないんだね。東京ってほんとあるよね、そう考えれば。あれ。真っ暗だね。真っ暗だよ。街灯ないもん。だからみんなほんとに車なのかもね。びっくりしちゃった、ね、嬉しかった。誰が知るの大人だけじゃない。あれほんとこんときたかったね。もうびっくりなんだそれ。うどん食べた。うん、うん、食べたね。うどん食べた。もうそんな食べ過ぎだよ。やった。始まったんだけど横になっちゃうね。始まったんだけど。あ、ほんとだ、ジャム見える。ここにジャムパン。本当に。もっともっと。パパは？いや、ちょっとお腹に聞いてみるね。もういらない。ママ、お腹と話してるから。これ以上食べたら、お腹痛くなるからやめてって言って、あ、ちょっと、それ触んない、触んない。あ、出てる。あ、ももちゃんの。ちょっと危ないこれ。出てる。どうだこれ。可愛くないこれ。可愛い。どこで見つけたの？あれこっちないの。アマゾン。あ、そっちもやったから、すごいねこれ。痛くないし。ね、粘着？うん、両面テープ。素晴らしいんだけど。やだ、うちが恥ずかしいわこれ。ほら、あれはあれでいいじゃない。これいいね。だって痛くないの。見て見て。ありがとう。すごいんだけど、硬いし。可愛くてね。取りたくてイライラして。頑張れ。頑張れだって。あ、それ取っちゃった。取っちゃったよ。あ、自分の頭？もうつかないって。何でも取りたいからね。もうつかないよ、君の。受けてば。このまま、あ、もらってる。みんなが笑ってるから、もらってるから。ねえ、うちで毎日大パーティーじゃない。本当。面白い、本当に。どこ行くの？今日は楽しかった。楽しかった。でも本当にもっと行きたかったのが。まあ今出れないからちょうどいいんだけどさ。ちょっとやめ、やだやだ、みんな行っちゃったんだけど。あれ、また一人になっちゃったね。あ、これ、じゃあどうぞ。そうか、見えるんだね、こっから。すごいね。あ、そんなに持ってこないで。戻して戻して。かわいいよ。あ、怖い、あの子が来た。やばいやばい、重たいでしょ。重い。ちょっと何、あー、ちょっと動きすぎだ。あ、ありがとう。どうもありがとう。明日ね、明日。食べ食べ。あ、もういい、遊ばしてあげて。いや。なんで？どうして？なんで子供と二人で固まるんだろう。はい。はい、1個ずつどうぞ。はいはい。ね、今日ね、やられたんだけど、コンソメのね、こういう箱をボトルにやって、無添加、無添加コンソメのやつと、普通のなんかキューブのコンソメがあって、で、無添加コンソメはさ、あの、キューブじゃないやつあるじゃん。顆粒状の。あれってさ、食べても平気じゃん。でもさ、キューブのコンソメはさ、しょっぱいしさ、あの、なんつうの、あれあるじゃん。あれ噛んじゃってさ、え、そうなの。こう、湿っちゃって大変だった。なんかそこまで中身が見えてる感じじゃない。あー、そっか。周りはあるんだけど、口になんか入ってて、なんだろうと思ったら、それが入ってて。ゴムゴムゴム。あー、すごーい。うち
ちに落ちてんの。はい。遊んできな、こっち。誰かグラタン食べる。食べる。食べる。食べて。終わったな。まあ、食べてくるよ。見て、終わったよ。見て、終わったよ。結局食べてない。見て、終わった。いや、お寿司さんこれマジでやばい。笑ったよ。みんな食べないね。マジで笑った。みちょうど食べてるから何でもない。食べれない。ああ、やった。あ、違う、パンも食べたし。そうだよ。なんでこんな食べれないんだろう、でも。なんかもうすごい食べてたのに、リリア。そっか。今日全然だもんね。え、でもさ、昨日の動画見た。あ、リリアの動画見た？見てない？昨日。多分まだ見てないかな。そうか、昨日のサブちゃん見た？アリーちゃん昨日チキン食べたの見た？あ、見た見た。あれね、カレーうどん食べた後に食べたの。やばない？マジ一人で。なんかあれ昼ご飯。いや違うの違うの、夕方の5時ぐらいにカレーうどん食べて、そんでその後すぐにお腹空いちゃってどうしようもないからってお菓子とあれ食べ始めた。やばいよね、重たいね。そうなんだよね。これまた食べ物。そうか、重かったでしょ。そういう時ある？この日はお腹空いてないけど。あ、あるよ。すごいね。あるんだ。え、もうだってこの日だけスーパー甘いの食べたりとか。あるもんね。トマトケーキね。美味しいね。スタバの時さ、もうケーキ2個とさ。やばいよね。美味しそうだね。美味しそう。え、でもさ、お腹甘いのはちょっとわかる気がするのよ。でもさ、食べ物とかもやっぱバランスある、それって。量食べる。それもあるでしょ。そっか。バツ。あ、ありがとう。暑い暑い。今晴れてるもんだからさ、これやっとかないといけない。確かに。ちょっと待って見てくる。お醤油足りんだから。よいよ。あ、ここにあるわ。よいしょ。いいよいよ。いいよいいよ。セットアップだらけで可愛いね。いいよいいよ。ね、それ落っことさないで足の上を落とさないよ。ありがとう。ごめんよね、ママ。こういう本欲しいんだけど。あ、なに？投げちゃダメよ。え、ダメだよ。これ痛いよ。ダメだよ。え、こういうゴムが欲しいんだけどさ、ネットで売ってんのかな？なんで調べるの？え、シェインで売ってるの？え、もしあったら。そう、食べ物はね、やっちゃいけないんだよ。食べ物で遊んじゃダメだよ。どれがいいか見といて。え、選んで、鬼が適当に。え、わかんないよ。あれ、鬼育ててたから大丈夫。ほら、これお皿。私は何食べようかな。まだ一人しか育ててない。お皿。え、もっと育ててる。トール。トールに滑ないって。トールだ。何言ってんの、あんな上手なの。何言ってんだろうね。笑うよね。すごいだから上手すぎて。何の話？髪の話じゃないの。え、だからモマの七五三とかママに全部やってる。ドアホン。どうした？ドールロボット。え、何の着物着るの？アリテリア。アリテリア。だよね。もう着るよね、もう。もってそれでこれ全部一個で。そんな二つも着なくて。着物なんかわからないからっていうの。でもあれは着物っていうあれじゃないの。三歳はどうするの？三歳でしょ？二歳っていうか。三歳です。3歳。やばい、大丈夫。あ、あのアンサンブルどこ行ったろう。あるでしょ。あるはずなんだけど全然見えない。あれこの子も着てるから。全チーム。みんな同じの着てる。いや、みんな同じなんだよ。そっか。じゃあれかしら。ママの成人式の緑のカリリアの緑の。そうだ。そうだよね。緑って嫌だね。あれ素敵なのに。そうだね。うん。すごい素敵よね。やっぱ。あれいいよね。うん。やっぱ買っとくもんね。そっか。ずっと持てよ。ママっていっぱい強みあっていい。ずっと持てよ。着物できたらさ。ほんと。素敵じゃない？なんか素敵ばあちゃんって。そうだ。いいな。いや、ほんといいわよね。なんかそういうのってあんまないじゃん。そういうなんていうの、なんかできると。ね、髪型も可愛いのしてくれるよ。じゃあ英語とピアノ。片付けはある。な、自分だったらあるわ。あるわ。寂しいわ。ママは自分でそうしたけど、リリアはママが育てる。そうだね。そしたらリリア何もなくなっちゃうから。だからももちゃんにもそうやって今のうちからやっといた方がいいっていうものはやらせてあげた方がいい。なんかでもリリアダンス踊れてたら嬉しいなって思う。ダンスだけど、ちょっと動くものと、あと勉強っていうか何、座ってやるものとか勉強とか、例えば習字みたいな、二
2個はやった方がいいなって思う。でもやっぱり G かけるのはいいよね。いいよ。やっぱそれだけで頭よく見えない、うん、みんな G 汚いからさ、ほんとそれはいいなって思う。ねえ、G 書くだけで頭よく見えない。でも G 下手な人は M 下手だと思う。リリアそうだもん。ママ G 下手だよ。 M は G 下手か。なんだろうね。まあ、ママぐらいかけてればいいけど、ね、なんで A 上手なんだろうね。あーちゃんは絵下手なのに上手だよね。そっか、じゃあ比例してないか。絵下手じゃなくない、そんな。絵下手じゃない。それは水色だけに決まっちゃう。なんかね、お母さん昔からなんか言われてたから、うん、もうお母さんイコール下手なんだなと思ったけど、うん、確かに思ったほどでもないよね。もうないよ。あ、でも感性が一緒だよ、リリアと。やっぱり本当に空一つ。空は水色、あれ葉っぱは緑、うん、黄色なんてないよって思うよね。でも最近は違うのよ。あ、大丈夫。だから 最近は違うの。それはそういうこんだけ年取ってきたら。うそー、本当熱い。え、じゃあ何色に見えるわけ。お母さんとお母さ ん、あと影作るし。で、影の方向をどう描いていいか分かんなくない？え、そのままに描けばいいんじゃない？違う、でもさ、影の方向とかさ、車のさ、車輪の出っ張り具合とかさ、そういうの難しくない？立方体みたいなの描けなくない？立体的に。ままだってそんなの描けない。3D 描けなくない？影どっから遠く出てるんですかって先生に聞いたことあるの。なんか、なんか何？こっちにさ、光当てんじゃん。で、影はこっちよみたいに言われて。だって見ないと分かんない。見れば分かるけど。見て全然分からない、どっちに描くの。おお。え、なんか例えばこれがこうやってあるじゃん、影したらリリア、ここら辺ちっちゃくてこっちは大きいみたいな。あ、違うわ、こっちは大きくてこっちちっちゃいみたいな。下元が、いや私は分かる、分かるよね、分かるよ、今のはだけど、例えばこうやってやって影どうやって描くのって私息子に聞いたの。あの子も上手だった。うち二人とも子供上手なんだよ。息子に聞いたんだ。聞いたわよ、だってどんなスケッチが、うん、さあ見た通り描けよっていう。今ママも言ったよね。見た通り描けたって。そうそう、いや、お兄ちゃんと同感だわ、それ。だって見たない。見た通りってね、確かに。いや、見たの、あ、やばい、触った。見た通り描けないの。見た通りか、見た通り、はい、ちょっとこれ右手拭いて、右手右手のこれ、あ、違う、左手。いや、見た通り描いてこうなってるんだよって感じだよね。だから見た3つの目が違うんだよね、きっと。どこに影があるか分かんないもん、なんかその色が。もう本当そう思ったの。で、昔手とか描いたことある？あるよね。え、あれとかもさ、なんかみんなすごいシワとか描いてんの。こういう、なんか何、こういうところもシワ描いてんの。いや、ここしか描かない。わかるわ。節しか描かない。結構すごいよくわかる。あの子あれか。あ、大丈夫。大丈夫。もうすっごいよくわかる。でもこれだけ年取ってるとちょっとは変わってくるわよ。ね、いろんなの見るじゃねえ、絵だって。あ、あれが、あ、これ、うん、違うよ、あーちゃまのだよ。だから、葉っぱだってこういうのがさ、もうただのグリーンだったけど、それがちょっとチラチラ黄色入れたり、茶色入れたりするようになったわよ。うまい人はやっぱさ、葉脈とかも描いたりするんじゃない？葉脈細かいね。葉脈も、葉脈も葉脈でもさ、ある時さ、パパにさ、木の葉っぱのかかと教えてもらってさ、うまくなってる。知ってる？木の葉っぱ上手なの？そうだよ。あれだけね。あれだけなの？上手。木の葉っぱだけ上手なの。いや、知ってる？あれ。そんなことありえんの？本当にこう、なんか夏休みかなんかで、こう、あ、このテーブルで。やるんだよって、うん、宿題かなって。宿題で、いや、こうやってノクノク書いてたの、塗りつぶしたりして、だけど違うよとか言って、こう、ポン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 。やって、リリアこれで終わりだと思ったの。緑色だけは終わりだと思ったら、茶色とか黄色とかやり始めて、めっちゃ上手くて。で、あれだよ、続きがあって、リリア学校で海とかもやったの、あれで。そしたらね、でも褒められたの。なんかキラキラしてる海をイメージしたんですねって言われて、全然違うよと思って。はいって。そうそう、本当に。でもあれやっとけばうまくできるよね。てか、あん時だけ成績上がったかもね。よかったね。マジで。ちょっとでも。あれ本当にやばいから、見てて、あ、こんなの教えてあげてんだと思ってさ、すごいじゃん、ね、うん、リニアにもできることだからね、あれ。なんか絵上手い人ってなんでこうやんないのとか言うけど、あれはいい感じだよ、あれいいよね。あ、これ食べたいの。